セイギョルギウスの聖母は1530年頃に制作されたコレッチョによる板上の油彩画である。現在、ドレスデンのアルテマイスター絵画館に所蔵されている。マンテーニャの勝利の聖母に習った花で装飾された円害の下の中央部分に聖母マリアと幼子イエス・キリストが描かれている。左側にはジミニャーノと先霊者ヨハネがいる。右側には ドミニコ界の守護聖人である殉教者聖ペテロと聖ギョルギウスが描かれている。本作はモデナのサンピエトロマルティール教会の礼拝堂の交際談画として依頼された。聖セバスティアヌスの聖母の確実な年代測定により、本作は1520年代半ばまでの制作で、あると決定的に特定できる。コレッジョが最後に貢献した。 パルマ大聖堂の天井画と並行して制作され、本作はおそらく画家が仕上げた最後の宗教的な作品であった。2点の準備素描が現存している。本作の複製が画家のジローラ・モコンティとバルトロメオ・パッセロッティによって作成され、ピーター・パウル・ルーベンスも本作に基づいて赤チョークの素描を作成した。またジョルジョ・バザーリによっても記述されている。 絵画は1649年にフランチェスコ一世デステにより購入されたが、フランチェスコ一世はグエルチーノに絵画の複製を依頼して、礼拝堂内の元の場所にあった原作と置き換えた。デステコレクションに入った直後、パードレ・オットネッリとフランチェスコ・スカンネッリにより、賞賛された。1746年にフランチェスコ三世デステは、本作と他の何点かの絵画を、 フレデリック・アウグストゥス二世に売却した。http://www.corregjrtechemeet。j s p d o c u m e n t a l かびをイアーサー・ユールとパパム。彼女。エス・ドロイングズ。ロンドン。一九五十 キャット N73 から74イメージ、ハットイメージジュゼッペアラニ、カレジョピットレウニベルサーレ、シルバーナアディターアレ、カレジョ 2007ISBN9 兆7888億3660万9772。ありがとうございます。